インドネシアのインドゥフード、インドゥーミー、ミーゴレン、ペダス、揚げ麺に液体ウニ粉末ソース、フライドオニオン、調味油、チーパウダーがついています。麺は中太の角断面で、ふくよかで適度な粘りがあり、存在感が大きいです。日本の袋麺を食べ慣れてる人でも、この品質感ならば特に不満は持たないと思います。ソースは甘めで、旨味はやや人工的ですが、嫌味ではありません。やや強い味ですが、野菜を入れるとちょうどよくなるでしょう。ペダスというのは辛いという意味で、確かに通常のインドゥーミー、ミゴレンよりもちょっと刺激が強いですが、それでも常識的な範囲内です。フライドオニオンは硬くてコリコリした歯応えがあり、香ばしくて効果的です。バランスがいい製品だと思いますが、ペダスという商品名を聞いて派手な辛さは期待しない方がいいでしょう。